畑もう何年ぐらいやってんの？畑5年目農家っすね。農家5年目。白菜とあとブロッコリー。ネギはもうなんかいつのだろうみたいな。これパクチー。パクチーなんかずっとなってんだよね。なんかほっとくとなんか種落ちて勝手にうんなってくる。土次第多分。肥やしてさ肥料とかもぐちゃぐちゃになってるからなんか多分良くなってると思う。でも大体ねほっとけばなるからね。大体なる植えれば。からアドバンスに行って、うん、ベーコンを燻製したいと思います。今日はねあのしゅんちゃん連れてきてるんですけど、はい、しゅんちゃんは見たまんますね。汚いおじさんスケーター結構持ってるね。4年5年ぐらいか。月曜日の朝にスパイスを練り込んで4日間漬け込んで2時間次塩抜き、そこから乾燥が6時間ぐらい、そこから燻製3時間、80度90度ぐらいでずっとこうゆっくり火入れてって完成です。これすぐ燃えちゃって毎回くべるのめんどくさい。これ調子潰してあってゆっくり燃えるから。滑る。めっちゃ滑る。1時間ぐらいこれが燃えるからちょうど3回。バケツでモルタルを思いっきり作って、うん、でそれに砂利、その中に砂利入れて、なんかこう触りながらやった方がいいと思います。できました。いきまーすじゃじゃーん。あ、来ちゃった。バサめっちゃうまそうだね。前なんか一回マイノリティサービスっていうのを T シャツ作って、今度はスモークやステッカー買うとおまけでベーコンがついてきます。1回はマックス12本、こっち次第でゆっくりやってる感じです。あとまあ夏とかは遊びたいからやらない。ここからまあ2時間ぐらい、ちょっと冷めれば。うん。あべ、ちょっと待って、携帯忘れてるような気がするな。ゆじ弁当食ってる。すいません。忘れ物あり。うちなんですけど、これ地元の先輩のマタイさん、ラッパーです。サダムくん、ファーストボード、これ原画、サダムくん、ベイク、
可愛い息子の結構絵うまいですよ。入れ墨掘ってもらってるヒロ君がほうきで作ったりしてて、仙台はなんか多彩な人が多いですね。ベーコン真空パックにします。いい感じじゃないですか。パスタ、つまみパスタ、トマト系でもいいですか。食べましょう、食べましょう。もう香りがダメだ。うまい。うん。うん。